平介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。161回目、ソングス&ドックス、週末はミュージシャンでございます。4月ですね、新しい生活を始められた方、全く変化のない方、今週もよろしくお願いいたします。なかなかこの角度が難しくて、もう今週はやけ気味でね、春の空を見ていただこうということで、思いっきり天を仰いだ格好で、あります。なので私の顔を下から煽ったような形でね、ちょっとおかしな感じもあるかもしれませんが、ご容赦ください。このところみんなスケジュールが合わなくて、基本的に自分で撮影しています。まあ、言わなくてもいいんだけど、そういう関係もあってね、いろいろと苦労しながら進めています。まあこう上見ると青空っぽいので、なんとなく、明るい感じしますけど、もう実は春の、夕暮れも早いというかね、秋はこう日に日に早まっていくんで印象薄いかもしれないけど、春も結構早々と日は暮れていくんだなということでは、今本当どう言えばいいの、 こっちの方で日が沈みそうになってるんですよ。実はなんか全然そう見えませんけどね。ということで、今週の1曲目は、意外と久しぶりかもしれないですね。夕暮れという犬の登場する、かつ私が犬を飼ってから書いた犬系の曲としては、一番古いものになるかと思います。先々代というのか初代というのか、愛する、ワンスケ君という、ワンスケ君と言えないね、ワンスケさんだよね、やっぱりね、それぐらい神々しい犬でしたんで、ワンスケさんとの本当の思い出深い曲です。まだ僕もプラプラしてて、よく夕暮れの散歩に行けたんですね、当時はね。そんなことをしていた時代の曲です。曲はアグネス松本さんがつけてくれましたが、そんなことを思い出しながら、この春の実は夕暮れな時間になんか本当にあれですね、自分でこうモニター見てるんですけど、どこが夕暮れか全然わかんないですね、感じです。けど、実際問題として、この時間はもう夕方と言っていいような雰囲気に、カメラの反対側は随分なってます、西日になってます。なんかこれ本当朝ロケみたいだもんね、これだけ見るとね、変な感じしますけど、赤羽富岡カフェさんでの夕暮れです。もしかすると奥さんの前で初めて演奏したエリックさんが緊張しちゃっておかしなことになってるかもしれませんが、我慢じゃない、どこかおかしいかどうか分かりません。ちょっと聞いてみてください。よろしくお願いします。I'm sorry.
はい、先ほど言った通りでございまして、こんな感じでだん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 、森の中ですけれども、なんとなくね、まだ木の方は芽吹いてないので、この辺で芽吹くの5月4月終わりから5月だから、こんな風に日が沈んでいこうとしているところでございます。夕方近しこんな感じですね。さあ、まあこの辺もぶっちゃけた話が除染してあったりしてなかったり、いろんな土地があったりして不思議な、隣の土地が除染してあって隣がしてない場合どういう効果があるのかとか誰も分かんないですけどね、状態になってます。お、こんなところにまたギターがありますね。不思議なロケーションですね。こんなところにギターがシリーズでなんか森の中に立っておりますが、サービストークという曲がありまして、もう超久しぶりにやったような気がしますし、お届けするような気がしますが、これは今から遡ること11年前、もうある朝に、ちょっとこれねギターの位置が微妙ですね、横に座れんじゃないの、その音楽を久しぶりに始めた時に、パッと夜中夜明け、本当4時5時だったと思いますけど、この歌が頭の中に浮かんで起きたというね、で慌ててメモを取ったっていうような曲です。サービストークというのは、暗めの曲ですけど、私にとってはそのまだ曲書けるんだなということを思い起こさせてくれたある意味記念曲です。大塚ウェルカムバックでのバージョンでお届けします。お聴きください、どうぞ。爪を剥がすような夢を見た、君が心配そうに覗き込んで、僕はちっとも痛くなっていなくて、右足の小指の爪を綺麗に剥がして戻した、そこまでが夢、普段やらない曲を少し集めてみようと思って、このところ時々珍しい曲を入れていますが、君に会いに来たんだという曲もあまりにも曲が若すぎてなかなかやれないんですが、2月に
だからもうちょうど2ヶ月前ですね、盛岡ビートルズさんに行った時にねやってみようかなと思ってやったんですけど、確かボロボロでね、どうしようかなと思ったんだけど、そのボロボロなのも俺かなと思ってこの番組に使うなって話なんですけど、試しに、入れてもらおうかなと思います。まあ自分の曲なんで歌詞ところどころ作っても誰も怒んないし、まあ昔の曲は昔の曲で当時の自分を表してるのかなという気もしています。それでは、聞いてみてください。この野外残雪シリーズも4月1週目ぐらいまでが限界かなと思います。もう多分なくなっていくんですよ。福島とか山形とかまでとか行けばね撮れるんですけど、近隣でこういう景色が撮れるのももうそろそろどんなに山上がっていってももうないかなというふうになっていきます。どんなにしてその茶臼岳の山頂とか行けば話は違うかもしれませんけどね、それは現実味がありませんので、私の残雪時期好きな、なんか去年もこう残雪なんか歌ったりしてたような気がしますけど、残雪シリーズもそろそろ終わりかなと思います。まあ自分自身は4月の1週2週ぐらいまではまだね、福島山形あたり行くとスキー場やってたりするんで、そういうところに行く機会があればいいななんていうことは思わなくもないですが、まあ次からはまたガラッと違った雰囲気でお届けできればなと思います。とにかく皆さんのお住まいの地区あるいは家の中あったかいと思いますけど、この残雪ロケってこの3月だろうが4月だろうが雪が残ってるところに行って撮っているので寒いんですよ基本的にね。なんでもういいかなと思っています。4月まで、2、3、4と雪中のロケ付き合っていただきましてありがとうございました。それでは、もう少しあったかそうなところから次回は行ってみたいなと心から思います。寒いです。さようなら。じゃあ、まず君に会いに来たんだよという。ありがとうございます。